楽しんチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。神戸電鉄親善大使のみのりです。木下ひなたです。マンキクレアです。今回は三田駅周辺のクリスマスを特集したいと思います。サンダと語呂が似ているサンタにちなんで、12月はなんと神戸電鉄の三田駅がサンタ駅になります。こちらですね。サンタ駅、すごい、サンタ駅ってね。上の方もね、雪の結晶見えるね。綺麗、綺麗。看板にめっちゃ飾りついてるね、看板に、ギラギラしてて綺麗綺麗今回はそのサンタ駅周辺のクリスマススポットをいくつかご紹介していきたいと思います。楽しんチャンネル。じゃあまず見に行こっか。うん、行きましょう。見に行こう。まずね、サンタ駅の改札の上にね、ほらイルミネーションがあります。トナカイがあるよ。トナカイあるね。今度はなんか横に雪の結晶が。本当だ、その下にちょっとしんちゃんがいるね。あとこ、あとこ、あ、本当だ、ポスター、かわいい。あれはメリークリスマスかな。うん、そうそう、メリークリスマスって書いてるね。メリークリスマスって書いてる、書いてる、多分書いてる、書いてる。人気だね。そしてですね、三田市内の新鉄各駅ではクリスマスの音楽が駅で流れます。それでは続いてでですね、駅周辺のイルミネーションスポットをご紹介しに行きたいと思います。楽しみだね。イルミネーション好きって言ってたよね。うん、イルミネーション好き。大好き。うん、大好き。じゃあ早速行きたいと思います。行きましょう。行ってきます。まずはこちらの三田駅北側のロータリーイルミネーションです。それではですね、三田市役所にやってきました。ここに、こちらにもね、イルミネーションがあることで、見て見て、おー、綺麗。上も見て、ほら、サンタシティって、サンタシティっていうのも書いてあったりするんですけど、こっちかな。どうどうどう、鹿が動いてる。動いてる。鹿？トナカイじゃない？トナカイも動いてて、どう？なんかお城みたいなのがある。お城みたいなのある？あ、本当やね。雪だるまがテントの中に入ってる。テントの中に雪だるまが入ってる。ね、サンタさんもいる。ね、後ろにサンタさんも。変な顔。どう、ひなちゃん。イルミネーション好きとしてはどう、ひなちゃん。見れてとっても嬉しい。よかった。こんな感じで三田市役所前もイルミネーションしております。他にも三田市ではクリスマスのイベントがやっておりますので、ぜひお越しください。楽しんチャンネル。はい、到着しました。こちら三田市総合文化センター里の根ホールです。こちらのね、里の根ホールでは今クリスマスのトリックアートイベントを開催しております。
ね、楽しみだね。トリックアート知ってる？うん、知ってる。知ってる？トリックアートってあれでしょ、なんか絵描いてそれが飛び出るように見えるやつ。そう飛び出るように見えるやつ。トリックアート早速見に行きたいと思います。行ってきます。行ってきます。行こう。はい、トリックアートの前にやってきました。見てください。どう？すごいね。ツリーかな。ツリーとチリサンタと本物のサンタ。あ、本当だ、サンタいる。早速写真撮ろうか。どこ立つ？どこだろうかな。さっきと行く。はい、チーズ。あ、なんかこんな感じやって、ほら、プレゼント受け取ってる感じ。ほら、二人でプレゼントをもらったよみたいな。いくよ。はい、チーズ。いいね、オッケーオッケー。こっちは。はい、チーズ。楽しんチャンネル。里のね、キートスハウスというランタンがいっぱい置いた場所に来ました。どうかわいい。かわいいよね、黄色の小屋。なんかここでさ、うん、寝泊まりできそう。寝泊まりできそう。寒くない？ここ外だけどいっぱいランタン置いてて、かわいい。中入ってみる、ここから。不思議な空間。不思議な空間。屋根もないハウス。寝てもない。あっちはベンチ。ベンチ行ってみよう。うん、かわいいね、これ見て。あ、見て、後ろ。うわ、キラキラしてる。サンタさんと、なんかいっぱいおるな。いっぱいいる。里のね、ホールではね、こういった感じでクリスマスのトリックアート展やランタンの見れるイベントもしてますので、ぜひご覧になりにね、来てください。よろしくお願いします。楽しんチャンネル。楽しんチャンネルいかがだったでしょうか。イルミネーションとかトリックアート見てどうやった？楽しかった。綺麗やったね。楽しかったね。めっちゃ撮ってたもんね、写真ね、これからも新鉄沿線の素敵な情報をご紹介していきますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、せーの、バイバーイ。